ローソンでハピロー。クリスマスローソンにする？なんでだよ。黄金唐揚げくん。おほほ、黄金チキンも。メリーデリシャース。ローソンでハピロークリスマス。ハピロークリスマス。じゃあ、かわいさん入られます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。本日ご出演いただくレザートミオさんです。よろしくお願いします。かわいいリナさんです。よろしくお願いします。クリスマスローソンにする？なんでだよ。よーい、せーの。おー、梅沢さんと二人の時は毎回こういうこたつみたいなセットで、とても本当のお家のような感覚でリラックスして撮影をができるんですけど、毎回こう梅沢さんがいろんなものに変身をされるので、私はそれをこう現場で見るのがすごく楽しみです。もうまさかクリスマスツリーになるとは思わなかったのでこのお話いただいた時にトナカイかなとかサンタさんかなとかいろいろ予測はしてたんですけど、クリスマスツリーだっていうんで、本当にもうこれでやることはもうなくなったんじゃないかっていうぐらいの充実感ですね。唐揚げくん初の黄金チキン風もあるのに、スパイスとかハーブが効いてましてね、とってもそのパンチのある満足感がありましたね。非常に美味しいですよ。一口でパクッと食べても次からまた欲しいな欲しいなって感じるような、そういう味でしたね。うん、病みつきになりそうです。可愛さがなんか2割増しですね。はい、可愛い、はい、本当に可愛いんです。いや、可愛いって言われても困るんですけどただあんまり口が開けられないだけなんです。欲しいでお願いします。こんばんは、よーいスタート。ハピロークリスマス。ちょっと確認します。動くですかね。今年1月から、いろんな撮影作品をやらせてもらって、結構休みなく働いたかなという。で、なんか自分的にもこれがやりたいです、あれがやりたいですっていう自分から動くこともできたので、動けた1年かなと思います。はい、かぶり物で始まってかぶり物で終わった1年ですね。ずっと本当にずっとかぶってましたね。だからもう充実感というか、今年1年はかぶいてました。はい、じゃあ次かぶるとしたら何かぶりたいですか。そうですね、いい加減しなさいよ。毎回かぶってこのまま動かないで喋って喋ってる私の身にもなってくださいよ。でもまあやれって言えば頑張ってやりますけどね。はい、じゃあお願いします。音出します。はい、よーいスタート。ローソンでハピロークリスマス。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんこんにちは、川栄里奈です。梅沢富美男です。唐揚げくんに黄金チキン風が新登場。黄金チキンと合わせてお楽しみください。今年のクリスマスはローソンでハピロークリスマス。